ちょっと危ないよ。ねえ、危ないよ。伝わんないな。危ないって思ってる。ってでももう相手もさ、大丈夫大丈夫、分かってる分かってるから、いいよいいよ、分かってる分かってる。そんな人にもちゃんと本当に危ないって伝えなきゃいけない時ってありますよね。危ないよ、ね、危ないよ。そんな時はですね、ストレッチすればいいんですよ。ね、危ないよ、大丈夫だよ、俺大丈夫だよ。でもダメだよ、危ないよ。しっかりとまずは思いを込めるから肘を引いて、危ないよ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 。ほら、なんかイライラしてきたでしょ。それくらい相手にも伝わってくる。危ないよ、え、危ないよ。上に上下にすることによって胸の筋肉でもですね、いろんな部位がありますから刺激になるとこ違うんですよね。だから上下上下10回やってみてくださいね。ちょっと危ないよ、やめなよ、危ないよ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 。うー、あったまってきた。やってみてくださいよ。しっかりと肘を引くことが大事、伸ばすことが大事。ピッと引いて下ろす、引いて下ろす。10回やってみたら体あったまりますからね。最後にもうちょっとね、ちょっと危ないよ危ないよ。元気に行こうよ今日も。いつもありがとう。いやいやいや。